ホール内部中新いだバッハホールは、宮城県上町にある、町立の音楽ホールである。当時の中新いだ町町長、本間俊太郎の発案で建設され、1981年2月に、中新いだ町民文化会館、通称、中新いだバッハホールとして開館した。684席の大ホールの設計には、NHK 総合技術研究所が携わり、壁面や、 天井のデザインが工夫されているほか、様々な楽器や演奏曲目に最適化された残響時間が得られる残響可変兵器が採用されている。また、ホール設計と同時に計画されたパイプオルガンが設置され、ホールの象徴となっている。都会から離れた中町に建設された高度な音楽ホールは、田んぼの中のコンサートホールとして注目され、 地方からの文化発信の象徴的存在として知られるようになった。有料ホール100選にも選ばれている。館内には楽譜や音楽に関する専門書などが収められる音楽資料館があるほか、田園誌と題された3面のステンドグラスも配されている。2014年に市民オーケストラバッハホール管弦楽団が創設され、2017年4月に音楽教育施設、 国立音楽院宮城キャンパスが上町に開校した。こうしたバッハ法を核とした町づくりが評価され、2017年に財団法人地域創造の2017年度地域創造大賞を受賞した。ありがとうございます。